こんにちは。山本敏之です。それでは今日も戦略チャンネルで学んでいきましょう。シリコンバレー以外でシリコンバレーが生まれない本当の理由というテーマでお話ししていきたいと思います。まずはじめに、かなり自己の評価ですね、えー。戦略チャンネルの山本敏之です。チャットワーク創業者で現在はビジネス YouTuber として活動しています。このテーマのジャンルは5年間シリコンバレーで経営した実体験から学んだ最先端戦略というテーマでお話しします。まず、 じゃあ、シリコンバレーってどうやってできたのかそして、世界中の地域がですね、国、地域がシリコンバレーを作りたいというふうに思ってるんですけども、なかなか作れないんですね。じゃあ、なぜ作れないのかということなんですけども、その原因が、例えば、政策なのか、移民なのか、人口なのか、いえいえと、すべて間違いですと。政策とかですね、もうすでにもういろんなところでスタートアップ支援やってるんですけども、なかなかシリコンバレーのにはならない。そして、移民なのか、 アメリカ以外にも移民はたくさんいますと。じゃあ人口かというとですね、人口はサンフランシスコはたった80万人、シリコンバレーは300万人、たったこれだけの人口なのに世界中を席巻するようなサービスが次々と生まれてくるということで、どうやったらシリコンバレーができるのかということなんですが、私のシリコンバレーができた背景の結論はこれです。一発屋の DNA。一発屋の DNA が背景にあると思っています。 どういうことかというとですね、皆さんもご存知の通り、サンフランシスコはゴールドラッシュがありました。そのゴールドラッシュ前後の人口のデータを見ると、そのことがよくわかります。もともとですね、ゴールドラッシュが起きた1848年のサンフランシスコの人口は、たった600人だったんですね。で、ゴールドラッシュだということで、世界中からサンフランシスコをめがけて、金を目指して、移民がやってきたんですね。その一発屋の人たちです。 でそれで1年後の人口どうなったか2万5千人そしてその3年後4万人ということでたった4年で原住民は1.5%の比率残り98.5%は一発屋の人たちで構成された街がサンフォランシスコなんですねその DNA が脈々と引き継がれているんではないかなと思っていますとはいえじゃあなぜいまだにシリコンバレーに世界中から集まってくるのかということなんですけども今もゴールドラッシュなんですね 今はスタートアップのゴールドラッシュで、みんなも俺が Google になりたいんだ、Facebook になりたいんだ、Apple になりたいんだということで世界中から一発当てることを目指してシリコンバレーに集まってきているというのがシリコンバレーです。ですから私もジムでトレーニングしているときに、隣のバイクマシーンの方がもう普通に投資の話をしていたり、プロダクトの話をしているというのが普通の場所で、石を投げたらスタートアップ関連の方に当たるんじゃないかというような場所です。 で日本からですね、東京にもこんな場所作りたいんだという方はですね、よく来られてたんですけれども、じゃあどうやったら東京にシリコンバレーを作ることができるのかということなんですが、背景が一発屋の DNA ですので、東京がじゃあ一発屋の DNA があるかというとそうではないので、街の成り立ち、DNA が違うから、シリコンバレーと全く同じようにするにはそもそも無理ということなんですね。 東京には東京の、そして地方には地方の強みや特徴がありますので、それぞれの特徴や強みを生かした戦略で発展を目指していくというのがいいのかなと思っています。それでは次ですね、アメリカ人と日本人の仕事に対する考え方というところなんですが、私は日本で13年経営して、でシャインマンズ・グ日本にちょっと取ったりしますので、経営にはある程度自信があったんですけれども、シリコンバレーに行って、やっぱこう、すごい壁にぶち当たったんですよね。 で何がどう違うんだろうといろいろ考えてたんですけれどもここは通用するかなここはどうかなと思った時に一個一個考えてたんですがそれが全く通用しないので考え方を変えようと思いましてでどういうふうに考えるかというとですねもう一見同じように見えても,もう実際仕事に対する考え方働き方が日本と真逆だったりするんですねで仕事のプロセスは 一緒なんです。例えば、製品を作って、マーケティングして、買っていただいて、そして、リピートをしていただいたりと、カスタマーサポートをしたりというようなプロセスは一緒なんですけれども、仕事に対する考え方、働く方も真逆と。どういうことかというと、例えば車で言うとですね、ハンドル、アクセル、ブレーキ、そしてタイヤはあるんですけれども、日本とアメリカで同じように運転すると、正面衝突する。それぐらい真逆で考えた方が楽だったんですね。ですから私も、 日本での経営人生も前世だったと思うと思って、全部一から学んでいこうという形で切り替えてきました。じゃあ、このあたりの具体的なところをお話ししていきたいと思いますが、それはですね、第3回でお話ししたいと思いますので、第3回をお楽しみにというところです。最後に、えー、ぜひですね、もうこの戦略チャンネル、モチベーションが上がりますので、えー、コメント、すべて読んでますので、ぜひコメントいただいたり、いいねボタンを押していただけると嬉しいなと思っております。 よろししくお願いしますそれでは明日も「戦略チャンネル」でどんどん学んでいきましょう。